ただいまより2022オートマックス全日本カート選手権 OK 部門第7戦暫定表彰を行います。それではご登壇いただきましょう。見事優勝カーナンバー22番トニーカートレーシングチームジャパン金子修選手おめでとうございます。続いて第2位カーナンバー25番ドラゴコルセ小田優選手おめでとうございます。第3位カーナンバー29番ローザドラゴコルセ三村宗太郎選手おめでとうございます。3選手花束を持っての登壇です。それではシャンパンファイトへと移らせていただきます。3選手足元にお花を置いて、はい、シャンパンの金具を外して今回はシャンパンファイトを行いますので、準備が整いましたら一斉に振っていただきますのでね、ちょっとお待ちくださいね。はい、外せましたか。はい、それでは思いっきりやってください。シャンパンファイトおめでとうございます。はい、3選手おめでとうございました。それでは続きまして JAF の盾の授与でございます。念願の金色の盾、金子選手に贈られます。第2位銀色の盾が小田選手に、そして銅色の盾が三村選手に贈られます。おめでとうございます。続きましてオーガナイザー賞でございます。茂原ツインサーキットからの盾をお受け取りください。青少の盾でございます。金子選手は念願の表彰台が優勝でした。トップ3の選手に盾が贈られます。はい、それではまずこの状態で写真を撮りますので前の方をご覧になってくださいね。第2位の小田選手はしっかり帳尻を合わします。第3位三村選手ちょっと悔しいでしょうけれども、しかししっかりと今シーズン3度目の表彰台となりました。それでは一旦盾を足元に置いてください。続きましてオートバックス賞でございます。まず見事優勝金子選手には賞金10万円が贈られます。おめでとうございます。続きまして第2位小田選手には賞金5万円が贈られます。おめでとうございます。第3位三村選手には賞金3万円が贈られます。おめでとうございます。そしてチャンネル700賞です。こちら予選決勝を通してのファステストラップ1名に贈られます。ベストラップは予選ヒートの39秒838金子修選手おめでとうございます。ダブルで取りました。チャンネル700賞何回取ってるんだろうというぐらいね、取りましたね。はい、それではこの状態で記念撮影を行います。にっこり笑ってください。まだね、午後からの戦いがあるので手放しには喜べないかもしれませんけれども、この大混戦茂原大会を制したトップ3のドライバーです。改めてご紹介しましょう。優勝金子修選手、第2位小田優選手、第3位三村宗太郎選手にもう一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。